大見舞子駅は、滋賀県大津市にある、西日本旅客鉄道湖西線の駅である。駅番号は、JRB19、湖西線開通前の1969年まで、付近を走っていた高和化鉄道にも、同名の駅が存在した。詳細は、大見舞子駅を参照。島式ホームに面に温泉ホームを持つ、停車場で、対比設備を備えた、高架駅となっている。 長らく業務委託駅であったが、2012年4月1日より直営駅に転換された。2018年11月1日より再び業務委託駅となった。駅構内には化粧室、友人改札口、簡易自動改札機、自動券売機、発車表などがある。窓口では、ポスター末による切符の発券を行っている。窓口は一部休止時間帯が設定されているが、 繁忙期の7月16日から8月31日までの間は営業時間が延長される。ホーム市中時間帯は1時間あたり4本が停車する。新快速、快速は当駅から終点まで各駅停車となる。かつて当駅以北は夏季、当機関、ドア半自動扱いだったが、現在は大見今津駅北に変更されている。また、 2016年3月25日までは、当駅まで観光線電車が入線しており、夜には西赤市発あたり駅止まりの4ドアの普通電車があり、この列車は折り返し、片田駅まで改装されていた。2016年11月19日現在では、平日7時台に当駅始発大阪駅の普通列車が1本設定されている。かつては、 当駅を発着する新快速列車が設定されていた。滋賀県統計所によると、1日平均の乗車人員は以下の通りである。駅周辺には宿泊施設や温泉施設のほか、教育機関などが若干数所在する。開業以降、分譲住宅が増えている。駅のすぐ東側が琵琶湖に面しており、夏季は大見舞子水泳場を利用する利用客が増加する。また、 雇用地という土地柄、ホテルやペンションも若干数ある。西側は国道161号を挟んで、平山地が迫ってきており、平坦な土地はこの辺りで途切れる。乗り合いタクシー、光る君号月、水、金に、1日あたり5便の運行、デマンド式の上、利用は登録済みの大津市民に限っている。西日本旅客鉄道ビーコ再生新快速、快速型大駅。 大見舞子駅北小松駅普通平駅大見舞子駅北小松駅、ソネ・サトル、週刊歴史で巡る、鉄道全路線国鉄、JR42 号半和線、和歌山線、桜井線、湖西線、関西空港線、朝日新聞出版文冊百科編集部、朝日新聞出版、週刊朝日百科、2010年5月16日、26ページ。 古西線大見舞い古駅における風力発電の開始について JR 西日本プレスリリース平成20年11月19日交通新聞社 JR 時刻表に前1 6年12月号平成4年滋賀県統計書平成5年滋賀県統計書平成6年滋賀県統計書平成7年滋賀県統計書平成8年 滋賀県統計書、平成九年滋賀県統計書、平成十年滋賀県統計書、平成十一年、滋賀県統計書、平成十二年滋賀県統計書、平成十三年滋賀県統計書、平成十四年、滋賀県統計書、平成十五年滋賀県統計書、平成十六年滋賀県統計書、平成十七年、滋賀県統計書、平成十八年滋賀県統計書、 平成19年、滋賀県統計書平成20年、滋賀県統計書平成21年、滋賀県統計書平成22年、滋賀県統計書、平成23年、滋賀県統計書平成24年、滋賀県統計書平成25年、滋賀県統計書、平成26年、滋賀県統計書平成27年、滋賀県統計書平成28年、滋賀県統計書平成29年、 滋賀県統計書平成30年滋賀県統計書、ありがとうございます。